はい、とても速度の高いです。いつもは一眼レフを持ってこっちに来てます。でも今日はですね、一眼レフを持たずに、GoPro、スマホ、この安直な撮影道具だけで来ました。水筒1個持って、ね、歩いてきてます。いや、暑いからもう本当喉が渇いて喉が渇いてしょうがないですね。もう水筒の水がもう底をつきそうで、ちょっと事務所まで持たせるために今我慢して、飲むのを我慢してます。いかがですかこの堤防口。これ皆さん記憶にある人います？ここおすすめですよ。星見るにも夕焼けの練習をするにも、あと一人で Vlog 撮るにも、絶対おすすめの場所ですね。なのでぜひ、来てみてください。私のおすすめの Vlog 撮影ポイントになりますね。なんせ人がいないからやりやすい。はい、そんなわけで、それでは皆さんまた会いましょう。